えー、43歳女性独身、彼氏持ち、今度子宮筋止で子宮全摘をすることになりました。すると父親が私に向かってキス者だなという、母親は全摘するだなんて恥ずかしいから人に話すんじゃないよと言い、親友はええー、切腹切腹と嬉しそうにじられ、えー、みんな励ましてくれるどころか傷つける発言をします。えー、私は今まで毒親の DV の両親に従って従順に生きてきたのにすごく気づいています。今後の両親とどう付き合ってよけばよい,いですか付き合わなくていいんじゃないですか <laughs> <laughs> あの人としてどうかと思うので関わらないで生きてった方が幸せなんじゃないかなと思います。はい